本日7月1日にですね、夏休み、私から一点ご報告がございます。本日7月1日にですね、夏休み期間中に親子で食や農林水産業について学べる特設ウェブサイト、マフ塾2022をオープンしました。また今年はですね、また今年度はですね、事前予約制で人数を制限しながらではありますが、農林水産省の会場でワークショップを行います。本日より申し込みが始まりましたので、農林水産省に来てみたい方はぜひ応募してみてください。さらに今年度は広報室のみんなでドリルを作りました。食や農林水産業にまつわる国語、算数、理科、社会の全16問を作っております。小学生向けの問題を参考に作りましたが、大人でも解けないレベルの、手げな難しいレベルの問題もあります。こちらも合わせてお楽しみにされたいと。こちらもぜひ挑戦してみてください。詳細は概要欄の URL からお願いいたします。私からは以上です。はい。そうですね、昨年度のマフ塾2021はですね、私がアンケートを載せるのを忘れておりまして、まあ、結果ですね、だいぶ後になってからアンケートを載せたんですけども、皆様のおかげでですね、アンケートは約280件集まりました。今年は忘れずにアンケートを載せているので、ぜひご回答いただければと思います。大変申し訳ありませんでした。まあ、前年度のマフ塾をですね、超えてこうパワーアップして今回出しますので、ぜひですね、皆様には、まあ、マフ塾を楽しんでいただければなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。